ルドビーコ・リッパリーニはイタリアの画家であるボローニャで生まれた。1817年にベネツィアに移り、ベネツィア美術アカデミーでコッツァやテオドロ・マッティーニに学んだ。1821年からローマ、ナポリ、フィレンツェ、パルマを旅して古典作品を学んだ。1823年にベネツィアに戻り、新古典主義のスタイルで描いた作品は、 ボローニャに引退していたフェリーチェは直帰に買い上げられ、リッパリーにはボローニャの美術アカデミーの名誉会員に選ばれた。1824年に恩師マッティーニの娘で風景画家のアンナ・マッティーニと結婚した。この頃は家族や有力者の肖像が多く描いた。1831年に義理の父親のマッティーニが亡くなった後、ベネツヤア美術アカデミーの教授の職を継いだ。 リッパリーニの教えた学生には、アントニオ・ロッタやポンペオ・マリーのモルメンティ、トランクイッド・クレモナラがいる。同時代の画家、フランチェスコ・アイエツと同じように、中世の歴史を題材にした絵画を描き、1821年から1830年まで、続いたギリシャ独立戦争を題材にした作品も描いた。ありがとうございます。